大森のりとんや街は、東京都大田区大森に所在する、のりのとんや街である。大森地区に40社以上ののりどんやが営業している。大森のり会館、入札会原禄年間から昭和37年まで、のり養殖が盛んだった。星のりの生産量が増えるに伴ってとんやも増えていき、大森は、のりのとんや街となった。とんやは、小売店とは違い。 人通りのある場所に店を構える必要はない。立地条件を問題としないので路地裏にも、海苔問屋が営業している。全国海苔問屋共同組合連合会の名簿、見れば、大森の海苔問屋は一箇所に集中しておらず、街中に海苔問屋が散在していることがわかる。大正時代の海苔問屋立ち火鉢大森の海苔問屋は、江戸時代から地元で生産された星海苔を買い付けて、 浅草の問屋や行商人に卸ろしていた。対象年間になると星のりを手焼きして販売する、のり問屋が現れる。昭和37年に、大森の漁師が漁業権を放棄すると、仕入れ先を千葉県や佐賀県、兵庫県、愛知県などに変更して一時問屋としての業務を続けるだけでなく、積極的に飲食店、小売店、デパートなどに販売する様になった。 海苔の収穫時期は冬である。この時期は豚屋も生産者も多忙を極める。海苔生産者の元には山形県寒河江市周辺から、海苔豚屋には長野県諏訪市周辺から季節労働者がやってきて大森の海苔産業を助けた。季節労働者の一部は海苔豚屋として独立したので大森の海苔豚屋の半数は諏訪出身者が起こした会社である。大森の海苔豚屋は 比較的小規模な会社が多いので、海苔問屋の業務全般は行わず、ホイロ、焼き上げ味付け等の加工、小売り、飲食店を納め、小売り棚卸し、百貨店の OEM など、何らかの業務に特化している。玉川川口に自生する浅草海苔のりの養殖が始まったのは、東京湾。現在の品川、大森あたりの海岸であるとされる。また、焼き海苔の製造方法は、 大森の三浦や田中間子左衛門が草案した。よって大森は養殖の利発祥の地と呼ばれる場合がある。帝徹る4年、江戸幕府5大将軍、徳川綱吉は、将軍やアレミの霊を発布した。それに関連して、元禄5年には浅草近辺16町四方の漁業が禁止された。江戸の漁師は収入の道を断たれる前に、 木更津方面や横浜方面に移住したが、浅草の漁師は移住先に大森を選択した。浅草のりは干潟の吉原に自生しているが、人為的に造成された池巣や桟橋、杭島にも反もする海藻である。浅草から移住してきた漁師たちは、大森の海は浅草のりがよく育つことに着目。試行錯誤を重ねて養殖方法を完成させた。 大森で開発された生産技術は浜名湖、三河湾、若浦、気仙沼などに伝えられていった。乗りすき体験会を大森乗りのふるさと館にて開催星乗りは養殖された浅草乗りやすさび乗りを細かく刻んでシート状に加工された製品である。この作業を乗りすきと呼ぶ。現那年間大森村堀の内の初代野口六郎座右衛門は 日持ちのしない生海苔を短時間で乾燥させる方法を模索していた。ある時1600年頃に起こった浅草市の製法で生海苔をすいてみた。その結果、薄く仕上げることが可能になり、形状や大きさが揃った商品として販売できるようになった。海苔養殖に使われた道具は大森海苔のふるさと館で見ることができる。多くの海苔問屋は京浜急行、平和島駅、 大森町駅、梅屋敷駅から近いが、一部の乗りどん屋は JR、京浜東北線、大森駅が近い。ありがとうございます。